見せてください、あなたの自慢の経年変化アイテム。よ、はい、ということでこちらのコーナーはですね、はい、毎回ゲストをお呼びしまして、はい、その方の自慢の経年変化アイテムを自慢しまくってもらうというコーナーです。ということでですね、はい、今日はあの方を呼んでます。あの方ですよ。誰だ。じゃあ登場してもらいましょう。終わってるマンさんです。おお、どうも始まってまーす。ちょっとなんかいつもと違いますね。いつもと違いますね。合わせてくださいサングラス。ちょっとやばいから、かなりかぶってる。ちょっとこれ話しますね。いつも通りで行かせていただきました。こちらこそお願いします。はい、すごい、はい、第4弾にして大物に来ていただきます。いや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 、僕の方からちょっとなんか匂わせた感があるみたいな。いやいや、あれいいね。このコーナー始めてからね、あのもう絶対終わってるマンさん呼ぼうって言ってたね。はい、ちょっと本当に嬉しい限りです。いやいや、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、まずはですね、終わってるマンさんが何者なのかと、はい、思われてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、いや、自己紹介からお願いできればと思います。謎だらけ、はい、謎大きい男です。僕はあの普段会社員やってて、はい、まあ、そこら辺真央くんと一緒ですね。本当にアメカジが好きで、はい、うん、最初はその復刻デニムとかリプロダクトメーカーがすごい好きだったんだけど、今ではひたすらヴィンテージ全身にまとっていて、はい、まあ、最初はインスタだったんですけど、はい、どうですかちょっとそろそろ YouTuber って名乗っちゃって、全然もう名乗っていいの、怒られないかな。、はい、いいかな。インスタグラマー兼 YouTuber、 インスタグラマー、まあまあどちらもちょっと恥ずかしいんだけど、いい年こいて。いやいやいや、そうで、今ではあのその好きが高じて、自分でもこうやってね、マオくんもよく来てくれてるけど、これね、終わってるマンさんから、終わってるデニム、デニムを作るまでに至った、はい、もう本当に趣味が、そうそう、趣味、ひたすら趣味でここまで来た。YouTube もあの見させていただいてるんですけど、はい、めちゃめちゃこうロジックがあるような感じで、あの説明が非常に分かりやすいので、ちょこうやってこうやって聞き入っちゃいます。ありがとうございます。ぜひ YouTube の方もご覧いただければと思います。嬉しいです。本当にホテルマンチャンネルよろしくお願いします、はい、勉強になるんでね、はい、概要欄にリンク貼っておきます。あ、いいんですか、はい、もちろんです。では早速本題に行ってみましょうか。今日は何をお持ちいただけたのでしょうか。今日はね、リーバイスのファースト、はい、セカンド、はい、サード、はい、まずジャケットですね。はい、来ました。オリジナルのもの。うわー、すごい。怖い怖い怖い、なんか。で、デニムは 501XX の55年モデルと、はい、さらに片面多分47モデル、はい、うわを持ってきました。ちょっとね、ワクワクが止まりますね。いや、触れない。そうね、あれよ、このチャンネル用に、はい、僕もともとその復刻デニム、リプロダクトメーカーのオタクだったから、はい、90年代後半ぐらいの、当時僕が衝撃を受けた復刻デニムも、はい、一応今回用に持ってきました。うわ、何それ、楽しみ。超楽しみですね。もうこの1本から始まったみたいな。うわー、終わってる技のルーツというか。ルーツルーツ。うわー。じゃあ早速見ていきましょうか。じゃあまずジャケットからいってみましょうか。うわ、これファーストタイプですよ。うわ、はい、年代のオリジナル、すごい、ました。これもうお店以外で初めて見ました。いや確かに、いや、そして色落ちしっかりしてますけど、状態全然いいですね。綺麗な、状態がいいものを、まあもう手元に来てから10年ぐらいですかね。ファーストの特徴でやっぱこのポッケが1個っていうのが、はい、そうですね、まず特徴ですよね。やっぱり雰囲気がね、うん、すごい雰囲気が本当にあるなと。もう見せよう。いや近くで見、近くで近くで見させていただき、これが本物か。いやー、かっこいい。迫力はやっぱ違いますね。そうね、王者感はやっぱ出てますね。王者ですね、まさに。見てもらう。こういうのって普段着としても着られるんですか。基本着ますよ。まあ、着る前提で。もう着る前提で全部買ってるんで。今ね、サイズとかが全然なくて、はい、そうですよね、うん、だからサイズはすごい大変でしたね、探すの、うん、マイサイズを。ちなみにこれとかだとおいくらぐらいするんですか。あ、でもね、はい、10年前ぐらいで50かな。うわー、ちょっと怖い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 。ちょっと返しました。すごい。なるほど、今もうちょいいって、ね、いや全然だって、ね、だってなんかもうここ最近でガーッガーッていったのが高いしますね。まあ、当時はやっぱりあのもうちょい色があって、はい、はい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 、
まあそれで50だったかな。ちなみに着ていただくことってできます？やっぱりね、この当時のものってそもそも着丈が短くて、ね、そうですよね。なんかそうでさらに縮むから、はい、あなんか通常の成人男性の L サイズだと40でもちっちゃいんだよね、はい、あそうなんですね。そう俺普段は G ジャン38とか40とかなんだけど、はい、これ多分42が縮んだアイテムです、うん、うわーかっこいい。こんな感じ。いやでもこの着丈の短さもやっぱりいいですね、うん、いいですね。なんかオリジナルって感じで、うん、着てみる。いいんすか。いいよ。ちょっとじゃあ肩破れんじゃん。いやいや、大事ね。破れたら再生数めっちゃ上がるじゃん。うわうわー、すごい、かっこいい、かっこいい。え、ちょうどやん。めっちゃちょうどいいね。いや、めちゃめちゃかっこいい。うん、うわなんか今のあのGジャンってやっぱりこうちょっとね、丈長いものが多いとは思うんですけど、長かったね、やっぱりこうファーストとかセカンド結構短いですか。短いよね、はい、ファースト、うん、セカンドはやっぱ丈が短いみたいなのも特徴なのと、あとやっぱこの後ろですよね。そうね、これが真珠バッグ、はい、これがまたかっこいいですよね。これ一応ハリーの方が早いんだけど、はい、まあこれスライド型といって、はい、まあ、40年代後半ぐらいのアイテムにはなる。マオ君はこうやって、はい、T シャツをタックインする術を持ってるから、はい、こういうのが似合うよね。本当ですか。これあの長くしちゃうと、はい、あ、そうか、確かに確かに、着丈のインナーとのバランスが悪くなっちゃうから、うん、これだとほんと短すぎちゃってヴィンテージ初心者さんはまず着丈で挫折する、はい、ああ、そうかそうかそうそう、ちょっと入っちゃうな。うわ、ごめんなさい、もう初めて見すぎて何をどうこう難しいよ初めて見た。まあここら辺って意外とこう映像とか、はい、あの言語化って何がいいのか難しいっていうのが、今その何も言葉出ないっていうのがリアルなんですよ、ね、はい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 、なんかすげえなとか、はい、ね、雰囲気とかっていうのは確かにあるんだけど、何がすごいのかが言語化できないから、今のクッシャンのリアクションは一番正しい。よかったよかった。なるほど。実物持つとちょっと自分のこのデニムに関する感性の階段が一歩ヒュッつって上がるみたいなね、うん、いや確かに確かに、だって本物を知れるっていうことですもんね、はい、次はねもっと状態がやっぱり良くなるんですよ、はい、ありがとうございます。これは10年弱おお、こっちの方がまだ色が濃いですね。色濃いっす、はい、セカンドになるとポッケが増えると、そう、2つになる。本当だ。で、背中は後ろの新地バッグが、はい、なくなって、世の中的にファーストの T バッグって入ってる、はいはい、大きいサイズは後ろが T になってるんだけど、はい、セカンドはこうやって両サイドに足されるんだよね。これ通称ハギ付きっていうのは、ね、ハギ付き、これ42からかな、42からこのハギが付いて、あ、サイズによって違うんですね。そう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 、そのハギ付きで色残りがめっちゃいいのを、まあ、10年、8年ぐらい前に、はい、まあ、何度か買い替えて、はい、これに3回目でこれに行き着いたみたいな。あ、まあ、ベストを求めたゲストか。そうそう、最初はやっぱりボロ、値段的にボロンボロのやつ買っちゃうんだよね、はい、あで そして買った瞬間めちゃくちゃテンション上がって、はい、あれするんだけど、これ2週間ぐらいするとおっといいのなりますよねなるほど。で次ボロじゃなくて普通の色の、はい、まあまあ6割ぐらい残りしてる色のセカンド買ったんだけど、それだと逆にサイズが超ジャストすぎちゃって、はい、やっぱり違うみたいな2週間後ぐらいになるんだよね。でそれら売って、もう次はもう絶対ハギ付きで色残り 80% 以上のものしかもう買わないみたいな、はい、うん、もうやっぱりアメカジで重要なのって買わない勇気じゃない確かに、いろんなの欲しくなっちゃうんですよ、ね、安いってなったら、なるほどなるほど、どんどん買っちゃいますよね、どんどん買っちゃうじゃない、はい、だけど買わない勇気をそこで初めて培ってで買わない勇気で1年2年ぐらい探したかな、うん、濃い、それでうわ、これがね、まあ10年、8年ぐらい前で28万ぐらい、いやいや、ちょっと高いです、すごい今だと、もしかしたら 1.5 倍とかしちゃうかもしれない、うん、ですよね、サイズ感も本当に終わってるまさに、ぴったりの、好きなのがね、またいいんで、これも、いいですか、いや、いいな、ね、いい経験だな、ありがとうございます。これまたさっきとはサイズ感がちょっと違って、はい、
やっぱりファッションに落とすにはこれぐらいのサイズが、さっきよりも気持ちちょっとゆとりがあるぐらいなんですけど、前後のここの幅が剥ぎ付きのおかげであるから、はい、いやこれもかっこいいな。さっき の, あのすごい丈がやっぱ短いのすごい新鮮だったんですよ。いやあれか、はい、丈が短いのかっこいいですね。これはでもやっぱ落ち着くなっていう感じはします。うこうやって当時のものって織り機があんまりしっかりしてないから、はいはいはい、縦線が本当だ。今これイレギュラーとして商品化されないんだけど、はい、当時のものはこういうのが残ってて、また味になっていいよね。いやすごい。ヴィンテージでめちゃくちゃ着丈が縮むんで、はい、そもそもこれ少し肩落ちてるね。あ、そうですね。少し肩落ちてる分着丈を稼ぐみたいなコーディネートがヴィンテージファッションだとね一番いいんですよ。ああ、それがしたくてこのサイズ感をずっと狙ったっていう。あ、なるほど。もう色はもともとはもうもっと細い、ね、もう 80% だった。 80% ぐらいからもう気に入りすぎちゃって、はい、着まくってどうだどうだって、いやこれぐらい洗濯とかどうするんですか、こういうのって。あんまりしないっす、はい、だからあんまりしないんだけど、いろいろこうやって持ってるから、うん、その自慢ではなく物理的に物量を持ってるからールーティンが少ないから、これもだから今 2,3 ヶ月に1回しか着る機会がないから、そうですよね。そうやって考えると洗濯は 2,3 年に1回つけ置きなんですよね。あ、つけ置きで、あとはサードがあると。サードもいいですか。サードです。サードになると、わーかっこいい。このポッケの形とか結構今もうあの現代のデニムジャケットに近い感じにはなってきてですね。こちらちなみに何年代？これは60年代。60年代。まだ生まれてないです。いや、まあ、みんなそうや。そうみんなそう。俺も一瞬、まあ先輩だな。同年代の人と全然先輩だったわ。このサードはね、この個体なんだ、はい、個体の良さなんだけど、めっちゃやばい。うわ。この多分、バキバキの、すごいすごいすごい、袖がスニットのまま着てて、はい、今でもなんかね、当時のちょっとノリ、はい、最近ノリ付けしたんじゃなくて、当時のノリ付けされた感じがこの生地にもね、はい、ちょっと残ってるのよ、硬さが、はい、あって、だからこう、こう結構かっこいい、この袖かっこいい、うわで、これ44なのよ、はい、あ、ちょっとさらに大きくなって、さらに大きめで、まあ、着丈が長いインナーの時にサード着ようと思って、うん、やっぱりちょっと自分でも、これはこれで、これなんかすごい色がすごい、これはすごい好きですね。もうマー君的にはこういうのが一番好きじゃない、ちょっとメリハリがある感じが、はい、これでもね557ってめちゃくちゃダサいって言われてて。あ、そうなんですか。そうなんですか。やっぱりセカンド最強みたいな、はい、あ、ファーストはちょっと王者すぎたので、一般市民はセカンドに憧れてた、まあでもそっか、そっからサードになっちゃうと、この形になっちゃうとダサい風潮がね、5、6年ぐらいまで実はあった。あったんですか。そうで、あのヘイルメリーマガジンの小野田さんが、はい、いや実はサードはかっこいいっつって、はい、世の中にこう布教して、やっとこうバーッつって上がってきた感じが。なるほど。だから驚きの、これは6年前ですが、はい、2万で買いました。マジすごーで、まあ、6年前でもちょっと安いかもしれないけど、はいはい、まあ相場が当時で4万とか5万ぐらいでこれぐらいのものが買えて、まあ、その中でもお宝発見して、実際2万ちょいぐらいで買いました。6年前、ちなみに今だったらおいくらぐらい。これ30万もらったんは28万とか、なんか25万。いやうわー、あ、でもやっぱ丈はあのさっきってちょっと長くなってますけど、それでもあのサイズも大きいですもんね、うん、色落ちがすごいかっこいい、本当に。これが色落ちの映え的にはこれが一番、すごい個体ですね。これはどうやったらこうなるんですかね。僕デニムジャケット今経年変化してくださいよ。まさに終わってるデニム育ててるんですけど、ここまで行くんすかね。終わってるデニムなら行くよ、ね、終わってるデニムだったらね、はい、行きますよ、ね、行きますよ、行きますよね。いやでもどれが一番かっこよかった。僕的にはでもやっぱりちょっとこうファーストタイプへの憧れみたいな、まあ、ね、やっぱりもうね、やっぱりあるっとね、あるよね、そういうなんか思い出とか、はい、その気持ちの部分とヴィンテージって結構相関関係があるから。そうですね。じゃあ次ジーンズ行ってみましょうね。これは50年代の 501WX、はい、うわ、はい、55年のやつですね。55年モデルです、はい、あ、
紙パッチも残ってる、はい、すごい。15年から紙パッチになるみたいなやつですね、はい、あれ、マーク君の LVC は LVC、僕も55年モデルの LVC 育ててたんですけど、出していいですかこれの原型ってことですもんね。これ LVC の55年なんですけど、これの原型がここにある。すごいすごい原型か。まあ、ここが特徴なんだけどね、はい、オフセットベルトループで、はい、LVC とかはまっすぐなんだけど、そうですね、そうそう、あ、斜めになってる。そうそう、斜めになってる。うわ、これってなんか技術が当時なかったからとかっていうこととかですね。ここのここでどうしてもまっすぐにすると厚みがあって、はい、そのちょうど55年ぐらいで大量生産が始まっていくんで、はいはい、少しでもこう効率上げるように、はい、少しずらして薄いところで縫うみたいな。なるほど。でミシンがどんどん成長していくと、はい、こういうところにもサクサク縫えるようになっていくからっていう、こう変化が。へえー、これも結構履き込んだんですよね。いや、これはね、はい、ちょっと俺も紙パッチってすげえパキパキになっちゃってさ、はい、そこにビビってここもちゃんとあったんだけど、はい、いつもがなくなってたからちょっと確かになんか神経質な、ここで初めて発動したすごい終わってるマンさんでもちょっとそこは慎重になるっていう。これをもうね、もういろんな企業さんが研究してそうそう、これこの55年モデルは一番アメカジの全ての土台になっている。だからこれからアメカジ始めたい人は、はい、ね、こういう55年モデルって歌っているアイテムをどこのメーカーでもいいから選ぶのが一番スタートです。なるほど。でもいい綺麗な色落ちですよね、この全体的にフェードしてるのも非常にいいですね。そうそうそう、まだバキバキっていう感じの色落ちではないんだけど、まあ、これからちゃんと履き込めばしていきそうな、うん、このサイドの色落ちとかも本当にかっこいいし、ね、かっこいいですね。これがダブル X か。これちなみに おいくら。これはね、5年ぐらい前で、はい、25万ぐらい。あ、今はもっと上がっちゃった時は、あともう一本が47でしたっけ。これのさらに古い、はい、いや自分の中で一番こうお宝アイテムですね、はい、うわー、47年モデル。47年モデル、あ、すごい。しかもなんかすごいね、パキパキしてる。めっちゃしっかりしてますね、うん、オリジナルで。いい、あ、ここもじゃあ、そうそうそう、あの昔のままの。そう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 、あ、そのままの。うわ、しかもこれなんか珍しく全部イエローのステッチがしてて、大体さっきのファーストでもオレンジとイエローの組み合わせでできる、はい、そう、ね、混ざってるんだけど、これ全部イエローだからまたちょっと雰囲気が違うんだよね。うわ、かっこいい。すごいかっこいい。髭のつき方とかも膝の落ち方とかすごい。これね、こう拡大してみると、はい、何なんだろう、この色落ちのこの仕方は、はい、みたいな。なんか違います。なんか違う、ね、どうやったら出せんだろうみたいな、ね、色落ちの仕方なんですけど、多分なんだけど言語化するとしたら、はい、点での色落ちが連なってるみたいな、点が連なってそのグラデーションができてるみたいな印象なんだよね。だから縦落ちではないんだよね。あ、縦落ちというよりか点が縦に連なって線になってる、点が線になってるみたいな。これはね、でも10年前で、はい、これお値打ちで30万で買いました。で多分、はいはい、今は80とか90とかしちゃうんじゃないかな。10年前に相当投資としてんのね。投資が欲しかったくなりますよね。うん、だから俺ね、なんかファッションでやっぱり着たいから、はい、日常着にしてた時期があって、はい、子供と一緒にこれで滑り台とかして滑り台は危険やな。滑り台は危険やな。気づいてやべえって、そっから大事にするよ。滑り台したらめっちゃここのなんか隠し入れと一緒に、その色落ちここら辺の色落ちもしかしたら滑り台のせいなのに。で、はい、終わってるデニムってこれをサンプリング。あ、そうなんです。だからオールイエローにしたんです。はいはいはい、あー、なるほど、なるほど、なるほど。終わってるデニムはオールイエローと、はい、じゃあもうこれの原型が今履いてるこれの原型がこちらです。ですです。うおー、いやー、あともう一本ワッテルマンさんのルーツの始まりというか、
今こうやってヴィンテージ自慢現地に見したけど、もともとヴィンテージじゃなくて復刻デニムが大好きだった、うん、あで90年代に、まあ、いろんな復刻デニムがあって、はい、その中で一番衝撃を受けて系統していった、復刻デニムの系統していった記念の、はい、復刻デニムだこれこれ何かっていうと一番最初のドゥニーム、いやーこれすごすぎないですか、一番最初のドゥニームってもう最初に最初期のドゥニームの WX モデル、すごいっすこれ、めちゃめちゃリペアしまくってますもんね、こういうのとか、そう、もう何なのと思って、これこれあのさっきリーバイスのヴィンテージの色落ちももちろん雰囲気とか言葉にできない何かはあったんだけど、これはこれでまた別物の、いやかっこいい、かっこいいよね、めっちゃかっこいい、マー君好きよな、こういうこういうのめっちゃ好きっす、僕でもここまでいけてるやつないんで、いや別物の雰囲気が、いや確かに確かに違いますね、そうやっぱこれは思い出で、うん、やっぱアメカジとかヴィンテージの一番インパクトを受けたのがドゥニームで、後ろもめちゃめちゃリペアされてますからね、ほんとだ、こことかもですし、あとこの辺りとかすっごい直しかっこいい、でこの直し、うわー蜂の巣、これすごいすごいわ、ほんとにすごい、多感な頃、はいはい、世の中がアメカジとかヴィンテージとかが盛り上がっていた頃にこの一本見て、はい、まあ、衝撃を受けて、うん、自分はさらに熱狂した思い出の一本を持ってきました。これどんぐらい履き込んだんですか、その一番育ててた頃というか、5、6年は経ってると5、6年もがっつり履き込んで、そう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 、でもうすでにこういう色落ちをしている先輩方がいて、はいはいはい、うわっとんでもねえなみたいなのでなるほどなるほど、当時履いてたかな、うん、今はもう手に入らない、ね、そう本当に最初ドゥニームさんって紆余曲折あって、はい、いろんな会社に買収されたりとかして、その時にやっぱ技術が変化してたりとかしちゃって、この一番最初の頃はやっぱり我々世代の40代の世代の人たちは一番最初のこのドゥニームのこの色落ちにみんな衝撃受けた世代がやっぱり多いと思うんですよ、すごいなこれ、こことか、そう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 、キリよくわかんないね、初めて見ました、キリ押し付けてたのかなこれでも僕ちょっとそんなに詳しくないからあれなんですけど、なんかいい意味でなんか日本のジーパンっぽさがあるというか、なんかちょっとやっぱりさっきのリーバイスとかとは違うなっていう感じがありますよね、ですです、これもうちょっと僕もこういう直しをしようって思いました、膝とかねこれかっこいいですよね、この丸くしてこういう直し方があるんですね、当時はそんな直しにその慎重じゃなかったっていうのもあって、はい、ああなるほどなるほど、いやそれがまたなんか逆にいいなんか雰囲気がね、うん、すごい出てますよね、確かに確かに、めちゃめちゃいいなめちゃめちゃいいなこのチャンネルにはさ、はい、いいかな、いやすごい、いやそうですね、やっぱでもあのヴィンテージのやつもすごいかっこいいなって思ったんですけど、これが一番なんかこうなんだろうな、こう愛を感じたというか、愛っていうんですかね、そうね、熱、すごい熱量みたいのをリペアの後からとかも感じられますね、そのヴィンテージはやっぱりさ、はい、その30代後半ぐらいから買い始めたから、うん、ちょっと余裕を持ちながら買っちゃったんだけど、はい、この時は本当に没頭して、泣けなしのバイトなり、そうですよね、そう当時のドゥニームでめっちゃ高かったの、はい、あ、そうなんですね、めっちゃ高くて全然手が届かないんだけど、はい、泣けなしの金で買って、あ、泣けなしのこう色落ちをこう、うん、ね、涙ながら逆にそういう僕も一番初めの大学生の頃とか買ったジーパンってこういろんなジーパンとか履くボトムスがある中でそれを選ぶっていうよりももうそれを履きざるを得ないからひたすらそれを履いて、バイトの時も履いてたし普通大学の時も履いてたしって感じでこうひたすら一本を履き続けてたので、なんかやっぱあの時の熱量で良かったなっていうのを今これを見てなんか思い出しましたです、初心に帰るというか、初心に帰りますね、今日はこれを持ってきました、はい、ありがとうございます、これが日の目を浴びる機会がある家の倉庫で眠ってた感じです、はい、ありがとうございます、いかがでしたでしょうか、いやー、はい、すごいですね、ありがとうございます、こちらこそ
経年変化委員会ご覧の皆様もね、あの絶対ヴィンテージに興味ある方とかもいると思いますので、ぜひぜひ終わってるマンさんのチャンネルも見ていってもらえればと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当にありがとうございます、はい、このチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しております。もし気に入っていただけましたら、左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねコメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。